こんにちは。 JA グループサポーターの林修です。皆さんは JA って聞いたことがありますか？ JA とは Japan Agriculture Cooperatives、 日本の農業協同組合の略なんです。 JA、 JA グループを紹介する上でのポイントは2つあります。1つ目のポイントは、農業を軸に地域に根ざした様々な事業を総合的に展開しているという点です。市町村、県単位にある JA では、例えば農家に対して経営や技術向上に関する相談に乗ったり、農薬や農業資材、農機などを販売しています。そして農家が生産した農畜産物をまとめて流通、販売を行ったりしているんです。それだけではなく、農家や地域の皆さんに対して銀行のように貯金の受け入れや資金の貸し付けを行ったり、保険会社のように人、家、車の総合保障を行っています。さらに、石油やガスなどを販売したり、病院や老人ホーム、冠婚葬祭施設を運営するなど、地域のニーズに合わせて、それぞれの JA で様々な事業を行っているんです。そして、JA 全農、農林中期、JA 共済連といった県、全国単位の連合会といわれる組織が、それぞれの事業を行う専門的な組織として各 JA の事業をサポートしているんです。2つ目のポイントは、 JA が協同組合組織であるということです。協同組合は株式会社とは大きく目的が異なります。株式会社の目的は利潤の追求ですが、協同組合の目的は組合員の生産や生活の向上にあります。言い換えれば、JA、JA グループの主役は農家、組合員、そして地域住民の皆さんなんです。すべての事業は組織の利益のために行っているわけではありません。組合員と地域住民の皆さんのためにあるのです。 JA ならではの事業として共同利用施設があります。一人一人の農家が機械を購入し、農畜産物を加工するには多くのコストがかかります。そこで共同で利用できる施設を作り、効率化することで農家の所得向上に大きく貢献しているんです。さらに、地域農業の担い手である若手農業者が集まった JA 青年部や、食や農、暮らしに関心のある地域の女性が集まった JA 女性部の活動を支援しています。 JA 青年部では、一人一人が抱える課題を共有して解決したり、みんなの意見を集約して新たな政策作りに生かしています。また、地域社会への貢献や食育活動にも力を入れています。 JA 女性部では、食農教育や地産地消に関わる活動、高齢者福祉などの助け合い活動、さらに環境保全活動などに取り組んでいます。以上、 JA、 JA グループについてご紹介してきました。結論として言えることは、JA や JA グループが農家、組合員や地域の皆さんのために幅広く事業を展開し、それが農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に果たしているという事実です。日本のどこを見渡しても同じことを行っている会社や組織は見当たりません。そして、これらの理念や活動は SDGs の達成にも大きく貢献していくでしょう。食は国を支え、その食を支えているのが JA です。 JA には様々な働きがありますが、私個人が一番期待しているのは情報センターとしての役割です。どの分野においても正しい情報を素早く得ることの価値がどんどん高まっています。その役割は若くて優秀な皆さんにぴったりだとは思いませんか？そう、皆さんの仕事は食を支え、さらには国を支えることにもつながるんです。気概のある優秀な若者のチャレンジをお待ちしています。